本郷のリアル NTR にファン歓喜。人気ゲーム配信者の加藤純一さんとの不倫騒動が取り沙汰された女優の本郷愛さんが15日 YouTube に今回の騒動についてと動画をアップ。実は奥さんとはすでに離婚している、もう独身だから2人で会ってほしいなどと離婚していたと偽られ、加藤純一さんと交際していたと説明しました。この動画を見た視聴者からは、マジかよ、リアル NTR じゃねえか、本郷愛も騙されたとはいえ軽すぎるだろ、純一のファンやめるわ、こんなクズだったとは、嘘つき配信者の神田な、離婚引っ張って交際するのは完全にアウト、本郷愛も疑わなかったのか、バカすぎるだろ、純一の嫁がかわいそうすぎる、これで純一の配信見れなくなったわ、本郷愛も悪いけど純一の方がクズ、まさか NTR の世界を現実にめれるとは、純一ファンの女性は目を覚ませよ、嘘つきは泥棒の始まりってマジだな、本郷愛の NTR シリーズすごいな、純一の嫁は離婚するべき、困難で騙されるとか、本郷愛もアホすぎる、さぞ気持ちの良いおせっせだったんだろうな、本郷愛も疑うべきところはあったろ、純一の嫁は洗脳されてるって本当だったんだな、これで純一の株価暴落だわ、本郷愛メンタル強すぎわろた、純一の嫁、慰謝料請求しろよ、純一のスポンサーこれでも契約続けるの、本郷愛も自業自得だけど同情する、純一の嘘がここまで大きくなるとは、本郷愛の謝罪動画正直すぎて痛々しい、純一の嫁黙ってないで声を上げろよ、これで純一の配信どうせ出撃源だろうな、本郷愛のタイトルのモノ爆売れだろうな、純一の嘘ここまで大げさになるとは、本郷愛も疑わなかった自分を反省しろよ、純一の嫁これを機に離婚しろ、本郷愛の謝罪まだ純一のこと信じてるのかよ、これが本当の NTR だ、本編はまだか、本郷愛の仕事に箔がついたな、純一の嫁と本郷と加藤の3人で出してみたらどうだ、これで純一の信用ゼロだわ、 NTR って需要あるんよな、ここは3人で動画出すしかないだろう、 NTR ネキ最高っす、もうこれは謝罪出すしかない。